福井俊彦、福井俊彦、福井都彦、1935年9月7日台は、大阪府大阪市出身の日本の銀行家、一般財団法人、キャノングローバル戦略研究所理事長、日本銀行副総裁、株式会社富士通総研理事長、社団法人経済同友会副代表幹事、第29代日本銀行総裁などを歴任した、 日本銀行プロッパーの中で頭角を表し、早くから将来の総裁候補として職望されていた。1994年の副総裁就任によって、当時の大蔵省、日銀官のたすきがけ人事の官光では、次期総裁の座がほぼ約束れていたが、大蔵省接待汚職事件との関連で、日銀職員のノーパンしゃぶしゃぶ接待問題が明らかになり、 日銀にも逮捕者が出たこと等から1998年、辞職。その際、松下康夫総裁も同時に監督責任を問われ、辞任することとなった。松下総裁の後任として、日銀プロパーの早見優がついたため、一時は、福井総裁誕生の可能性が薄らいだが、折しも中央銀行の独立性の確保のために、新日銀法が制定され、大倉省、 日銀官の助けがけ人事の慣行が廃止されることになり、新日銀法の制定に尽力すると同時に、行政、立法府との調整力のあった福井が、再び総裁候補として浮上した。2003年、小泉総理官邸は、複数の候補者の中で、日銀国際派エースで、OECD 副事務総長だった、重原久美春を隠れた最有力候補にしていたが、結局、 財界などからの支持を得た、福井総裁の誕生となった。この時、イギリスのフィナンシャルタイムズ紙は、小泉の昇進と題する社説において、一中の人であった、重原の総裁就任に抵抗した、規制勢力の圧力に屈した小泉を批判した。直後に、イラク戦争が発生し、国際情勢が混迷を極めていた中での就任となった。 日銀総裁就任時の当初は、前任者、早見優の路線を踏襲するのではないかと予想する、向きもあったが、そうした予想に反して、金融の量的緩和政策を、より積極的に進めた。その後、日本経済ことに輸出部門は2004年から回復に、向かったが、本格的なデフレ脱却には至らなかった。しかしながら、2006年3月9日には5年長続いた。 金融の量的緩和政策を解除、同年7月には実質的に約8年間に及んだゼロ金利政策からも出し、短期誘導金利を0.25%、ロンバート金利は0.4%へ引き上げた。3月9日の決定は意外と受け止められるとともに、ここまで回復してきた日本経済に冷や水を浴びせかけるのではないかと危惧する声が出た。また、第3次。 小泉内閣当時において官房長官を務めた安倍晋三は民主党の野田内閣の下で2012年12月16日に行われた第46回衆議院議員総選挙を前に自由民主党総裁として選挙運動中この決定をした福井総裁が誤っていたと名指しで批判安倍自身は反対であったことを明らかにした2004年2月14日英コノミスト氏は トシヒコゴールドロックスと題した記事で、前任の早見優を、おそらく世界で、最悪の中央銀行総裁ポッシブリー、ザワールズワーストセントラルバンカーと評した上、連邦準備制度理事会、FRB のアラングリーンスパン議長や欧州中央、銀行、ECB のジャンクロード、トリシェ総裁ではなく、より強力な量的緩和に踏み切った、福井トシヒコを世界で最も優れた。 中銀行総裁と評価する記事を掲載した。2006年6月13日の参議院財政、金融委員会において、福井は村上義明、村上ファンド事件で6月5日逮捕が率いていた、村上ファンドに1000万円を投資していたことを明らかにした。投資したのは1998年に日銀副総裁を辞任後、 富士通総研の理事長を務めていた1999年の秋で村上の志を激励する目的と話した。日銀総裁に就任後も、日銀の内規、日本銀行行員の心得に抵触しないとの判断のもと、同ファンド投資を解約せず継続して保有。しかし、2006年2月には村上の投資行動が当初のものと変わってきたように感じたため、 同ファンドを解約するに至ったと話した。参考資料、日本銀行員の心への七の公言、担当職務と個人的離職行為との間に直接的な関係がなくとも過去の職歴や現在の職務上の立場等に照らし、世間からいささかなりとも疑念を抱かれることが予想される場合には、そうした個人的離職行為は慎まなければならない。 野党各党首は、福井が同ファンドへ投資したのは総裁就任前だが、就任後に解約手続きをすることで利益が確定するため、これが離職行為に当たるとして、道義的責任を問題し、辞任を要求。2006年7月に行われた読売新聞の世論調査では、辞任を求める声が72%に達した。なお、6月20日に福井が、 国会に提出した村上ファンドへの投資に関する資料によると2005年末現在の同ファンド投資による利益総額は1473万円。同投資に伴う元本、配当金は全額日本赤十字及び海外留学生へ受け入れ支援事前団体に寄付したとのこと。2008年3月19日の退任を前に後継日銀総裁人事が進められた。 日銀総裁は、衆参両院の同意を必要とする国会同意人事であるが、2007年、第21回参議院議員通常選挙において、民主党など野党が圧勝、参議院では、野党が過半数を占めるねじれ国会において、参議院の同意が得られるかが注目された。2008年3月、福田康夫内閣は、財務省出身で、 日本銀行副総裁の武藤敏夫の総裁昇格案を国会に提示したが3月12日に野党が過半数を占める参議院で不同意となった。これを受けて福田内閣は3月18日に同じく財務省出身で国際協力銀行総裁の田波公司を日本銀行総裁に充てる人事案を新たに提出したが3月19日の 参議院本会議でまたも野党が、田波総裁案を否決不同意としたため、日本銀行総裁が不在という事態になった。こうした異常事態の中で、3月19日には、内閣から日本銀行副総裁に任命された、白川正明が、総裁職務代行者として指名され、翌3月20日、白川正明は、副総裁就任後直ちに総裁職の代行を、務めた。 しかしながら、日銀総裁の空席による、総裁代行の立場が長期間続くと、内外の経済問題への日銀の対処が難しくなる恐れがして切れた。この間、モルガン・スタンレー証券のロバート・フェルドマン経済研究主席は、日銀総裁人事などの重要案件には、特定の基準に照らして開かれた議論が望ましいと主張し、中央銀行マン、官僚。 財界人ら19人をマクロ経済学と独立性、政策決定機関のトップを務めた経験、国内外のネットワークの3指標で採点した結果を、次期日銀総裁、候補者を比較すると題する調査報告書として発表した、英文は3月25日、和文は翌26日に公表、英国フィナンシャルタイムズ市2008年4月3日号に紹介記事、 最も評価が高かったのは、小泉純一郎内閣で、経済財政担当省や金融省などを歴任した竹中平蔵と、日銀出身で、金融研究所所長や経済協力開発機構、OECD の副事務総長を務めた重原久美春で、武藤は、マクロ経済学と独立性で17位、他の2つの基準で18位にとどまり、田波はいずれの基準でも最下位であった。 白川は、総裁候補のリストには含まれなかった。こうして、海外では、知名度の高い茂原の日銀総裁就任期待が高まったが、2008年4月9日、白川を総裁に昇格させる案が国会で同意となり、白川正明が、第30代日銀総裁に就任した。日銀総裁空白期間は20日間であった。なお、 日本銀行総裁空席という事態は、第二次世界大戦前に誤解例がある。ちなみに1923年9月に、井上純之介が辞任し、一木夫彦が就任するまでの2日間に空白期間があったのが戦前では最後であり、戦後は、福井の人気切れの2008年3月20日が初めて。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。